どうも、隊長でございます。カペラの約束を続きやっていきましょう。では、クランベリーという村に着いたので、早速かいやっていきます。聞き覚えのあるかい。おーい。誰だ。あー、リップルのあの人か。付き添いの、あー、いた。声忘れた。先輩じゃないですか。やっほー、ペン。こんなところで何やってるの？何って、仕事ですよ。これからクランベリージャムの取材をしないといけないんです。ジャムの取材ってあんた、どんだけ平和なのよ。私がいた頃は、もっと過激なネタを追いかけてたでしょ？それは先輩が勝手に追いかけてただけですよ。しかもそのせいで先輩クビになっちゃうし。なんだ、リップル先輩はクビになってたのか。道理であんな場所で一人無茶なことをやってるわけだ。ちゃんと手配書は手に入ったでしょ？あんたには無茶に見えても、私には朝飯前なの。それに編集部をクビになったんじゃなくて、自分からフリーの記者になったの。わかる？へいへい、前向きなことで。でさ、ちゃんとあっちの方も調べてくれてるんでしょうね。もちろんです。僕のプライベートな時間を削ってちゃんと調べてますよ。何かわかった？ええ、まあ。ペンはチラッとベルクたちに目をやると、すぐにリップルへと視線を戻した。後でお教えします。時間があるときに来てもらえませんか。できたら、その…わかったわ。私が行くから、この村で待っててくれる？はい、お願いします。ところで、クランベリージャムの輸送隊を見なかったか？輸送隊？いえ、見てませんね。と言いますか、今それどころじゃないような気がします。何かあったのか？輸送どころか、ジャムを作ってないんですよ。詳しくは村長に会って、に話を聞いてみてください。作ってないってどうなってんだ？作ってないんじゃいくら待っても届くわけないよね。ま、一度村長に話を聞いてみましょう。あ、では先輩、僕のプライベートな時間を削って待ってますね。なるべく早く。分かってるわよ。後で行くから待ってなさい。プライベートいろいろと危なそうなやつだけどね。村長どこ？牛、これかな？これっぽいよね。もう見るからにこれだよね、村長。違かったー。男の人。隣のシュガー村にはそりゃ腕のいい砂糖職人がおるんじゃ。イルナシアで彼の右に出るものはおらんじゃろうな。砂糖がねえんじゃねえの？ジャムってあれ砂糖使うよね。そういうことなんじゃないの？違うの？でまた右に行くんじゃないの？違うの？ここはどうやか。村長どこ？この家か。クランベリー村長。ん？見かけない顔ぶれだが何か用かい？ねえねえ、クルナークの船長さんがクランベリージャムの到着を待ってるんだけど、まだ送らないの？ああ、ジャムのことか。どうかしたのか？実は今シュガー村の村長との関係がうまくいってなくてな。簡単に言えば喧嘩しとるんだよ。喧嘩？それでジャムが作れないっていうのかよ。まあそういうわけなんだ。けどよじいさんと、けどよじいさんたちの喧嘩はともかく、カペラに届けるクランベリージャムはどうするんだ？それは分かっておる。分かっておるんじゃが、わしにもプライドというものがあるんだ。何があったんですか？あれは1ヶ月前に行われた交流チェス大会のことだ。バイクがうるさーい。言ったか。決勝まで進んだマスと向こうの村長は数時間にわたる激しい戦いを繰り広げておった。一歩一睡の待つ、わしは奴を追い詰めた。そしてもう少しで勝てるという時に、奴はこんなことを言い出したんだ。クランベリージャムが美味しいのは我々が作る砂糖のおかげだと。それを聞いたわしは激しく応戦した。はっきり言って、わしらの作るクランベリージャムが、クランベリーが美味しいからに決まっておる。わしは怒りのあまり冷静さを失い、逆転を許し負けしてしまった。そして奴は、悔しがるわしに横にクランベリーティーをすりながらこう言ったんだ。甘いな、と。くそー、思い出しただけで腹ばたが煮えくり返しそうだ。じいさん、落ち着きなよ。もう話がぐちゃぐちゃじゃねえか。ジャムのことかチェスのことか、どっちで怒ってんだよ。
そんな細かいことはどうでもいいんだ。とにかくわしは奴が憎い。奴が憎いんだ。じゃあさ、シュガーって村の村長さんが謝ってくれたらジャムを作ってくれるの？そうだの。しかし奴が素直に謝るとは思えんが。仕方ないな。ちょっとシュガー村へ行ってみるか。そうですね。事情を話せばきっと分かってくれますよ。だといいけどな。だといいけどね。ということで、また村をまたぎ、東に行きます。シュガー村？もうまさに佐藤村じゃねえか。ああ、当たっちゃった。めっちゃ隣？めっちゃ隣やん。今の道挟んだだけやで。そんなに近いのね。それは対抗戦できるわ。で、どこ村長？村長。ああ、これじゃん。もう見るからにじいちゃんやん。あ、なんか横になっとるよ。大丈夫あんた。絶望じゃ。絶望じゃ。チェス大会なんてやってる場合じゃなかったわい。お客にせっかく来ていただいたのに悪いの。砂糖を保存してある北の洞窟が魔物どもに荒らされてしまい、私は猛烈に絶望しておるのじゃ。ねえ、そんなことよりクランベリーの村長さんと仲直りしてよ。早くクランベリージャムを運びたいんだよね。お前は空気が読めんのか。猛烈に絶望していると言っておるじゃろう。勢いでなんとかなると思ったんだけど、やっぱり無理か。これじゃジャムどころじゃねえな。すまんの。今村の若い者が何人か向かっておるから、うまく魔物どもを追い払えたら話を聞こう。追い返せと。オイベルク、俺たちで納得した方が早いんじゃないのか。確かにな。一度様子を見に行ってみるか。話が急展開じゃねえな。なんだろう、ずる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 と引きずってんだ。北の洞窟だっけ。話がずる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 引きずってんだ。なんかすっごい、結局なんか何な、ブルーベリーじゃなくてなんだっけ、そのジャムの村で、なんたらかんたらするって言ってたのが、今度佐藤村行ってさ、で今度洞窟で荒らされてるとか言って、めっちゃ遠いじゃねえけど、おい港から。てかどこで保存してんだ。めちゃくちゃ遠いじゃねえか、保存してるとこ。こんな片道10分20分の場所にあんのよ。バスック、何お前たちがあの魔物を倒せに行くだって。あ、これじゃいつまで経ってもジャムが完成しそうにないからな。お前ら、あいつを舐めるなよ。あいつを舐めるとひどい目に遭うぞ。これは忠告だ。死にたくなければ絶対に入るな。いいな、絶対入るなよ。道開けてくれたけど。道が開いたからって絶対に入るなよ。道開けたけど、開けてくれたけど、行けっていうことじゃないの、違うの。無言で入る。セーブしとこう。どこの誰があんなんだって。おい、鍵閉まってっぞ。おい、鍵閉まってっぞ。おい、鍵閉まってっぞ。鍵閉まってんだけど、誰か鍵持ってないの。思ったより手強い。どうしたものか。準備はしてきたんだけどさ、相手が強すぎて立ち打ちできないんだ。くそ。いや、鍵。あ、これか。あ、どこか。あ、はい、わかりました。どっかにしか行けないのね。あ、外れー。左は？左が正解っぽいな。で、ここ開かねえな。また開くとこあんのか。え、その開けとこどこ。っていうか、貯蔵庫こんなに無駄に広くして何やってるの。バカでしょ。この辺か。これじゃないの。戦闘の予感がする。これじゃん絶対。周辺には大量の砂糖が食い荒らされた跡がある。うまい、うまい、甘いの、うまい。人間？
邪魔するな。人型やん。ちょ、魔物じゃないじゃん。ゴスリン様、もしかして人間ですか？けど、人間がこれだけ砂糖を貪るか。さあね、人間の姿をした魔物かもしれないぜ。なるほど、いきなり襲ってくるところを見るとお前の言う通りかもな。ま、どちらにせよ確かなことは2つ。一つは村の大切な特産品を無断で食いまくっているということ。もう一つはかなりの雨戸ってこった。さ、食後の運動に付き合ってやろうぜ。むさぼるものむさぼるものってなんだよこれさ。持った。いや、いいか、先にチェーンしよう。まず全員チェーンして、はい、でいいぐらいからのこう、いいぐらいからの狙い撃ち、いいぐらいからの貫通突き。まずはこれをこうする。あ、痛い。オッケー。あとはとりあえず攻撃して、まずはマジカルモーション。うわレインがやられた。ちょっと待って、自分を回復しよう。うわそんなことある？こんなことあるかも。フォーカスアタックして狙い撃って普通に攻撃しよう。え？跳ね返されたんだけど。あんた強すぎ。あかんっすね。痛い。そろそろ倒れてもいいと思うぞ。まだ倒れない？あ、倒した。リッキー。最後の最後に経験値もらえずに、やられていった。はい、ごめんなさい。ちょっとカットしました。行きましょう。一体何だったんだ？よくわかんないけど、この美味しそうな砂糖の代わりに惹かれてきたんじゃない？砂糖の香り？俺には全然わかんねえや。私にもわかんないけど、子供にはわかるんでしょ？子供じゃないもん。あんたたちが鈍いだけよ。鈍いってなんだよ。鈍いなら鈍いでいいじゃない。そんなことより村長が落ち込んでるし、早く帰りましょうよ。そうだな。これでようやくスタートラインって感じだし、急いで村に戻ろうぜ。まあ確かにね。なんだろう、今までのストーリーは、なんだろう、最初の前兆みたいな感じで、こっから旅の始まりみたいな感じだもんね。揃うべき、主要キャラクターは揃ったし。確かに、
ベルクの言う通りかもしれないね。あ、そう、やり力やられてんで。力やられてるからこれ使ってあげて。回復してあげよう。ないんだよね、あれ。飛べるやつ。ないんだわ。徒歩で行きます。カット。あ、寝てねえし、いるし。やってきたぞ。話は聞いたぞ。君たちが魔物を倒してくれたらしいの。どれを言えば言うか。そんなことよりさ、前に話したことを早く何とかしてよ。はて、前の話とは何かな。クランベリージャムのことだよ。早くカペラに送らなきゃいけないのに、あっちの村長さんが作ってくれないのよね。ああ、そのことか。よくわかんねえけど、喧嘩してんだろ。仲直りできないのかよ。喧嘩というか、あいつが勝手に怒っておるんだ。わしにはどうすることもできんよ。でもさ、じいさんが砂糖のおかげだとか余計なことを言っちゃったから怒ってるんでしょ。とりあえず謝っちゃいなよ。何よいか、あれは心理戦だ。あいつの精神の未熟さに問題がある。わしは絶対に譲ら謝らん。強情なじいさんだもめ。村長。おお、そんなに急いでどうしたか。大変だ。今カペラから使者様が来て、パルタのじっちゃんと一緒に来てほしいって。まさか招待状か。ああ、そのまさかだよ。とうとうカペラに招待されたんだ。パルタって誰なんだ。砂糖職人のじいさんさ。彼の作る砂糖があってこそ最高のクランベリージャムが完成するんだ。このタイミングでカペラから招待状とはね。とにかく一回来てくれ。おお、わかった。すぐに向かうとしよう。なんだかまた時間がかかりそうね。悪いけど私ちょっと抜けるわ。後で戻ってくるから話進めといてよ。姉ちゃんどこ行くの。ちょっと大人の話をしにクランベリーへ戻るだけよ。心配しなくてもすぐに戻ってくるって。別に心配なんかしてないし。あら、そう。レイちゃんはそういうところを直したらとっても可愛いのにね。じゃあそういうわけで。いいだ。仕方ない。俺たちもそのじいさんのとこ行ってみるか。なるほど。ではそんな感じで今回はここらで一旦終わります。ではそのじいさんのところに次回行ってみようと思います。ではここからで終わります。同じことがはい、また次お会いしましょう。ではまた。チャンネル登録やコメントお待ちしております。また公式サイトやツイッターもよろしくお願いします。ではバイバイ。